ファームクラブでよかったんだっけ、次。どうも、竹尾です。いや、続きをやっていく、マリオゴルフ続きをやっていくんですけど、ファームクラブでよかったでしたっけ、次。ちょっと待って。スターゲット。ファームクラブでやってそうですね。じゃあ、レッスンから行きましょうか。あんたはボール飛ばしたい方かい？それなら追い風の時に有利な高めのボールをマスターすることだな。で、僕がやってるインテンショナルボールさ。あ、ごめん、つまりね、わざと曲げるボールだよ。ちょっと見ていくかい？戦略性のあるコースは、フックやスライスが打てないと、スコアメイクがきついんだ。コースの罠にはまった時、ピンチを助けてくれるのが、インテンショナルボールさ。こっからベストポジションにボールを運びたいと思えば、あの木が邪魔だよね。どの木かな。高いボールを打つのもいいが、歩行キーの左右を入れて横の変化をつけるんだ。正確さが必要だから、ノーマルパワーのモードのままやってみるとしようね。ティーショットは飛ばしたいから、いつものように一番ウッド。ショットゲージが動いたら、すかさず方向キーを曲げたい方が反対に入れる。右に入れて。当たりそう。当たってるじゃないか、結局。でもいいのか、あの木を越えればいいのか。まあまあ、うまくいった。君もやってみろよ。はい。音楽が。ドローだからとんでもないことになりそうだけどな。そんな曲がんなかったな。言うほど曲がんなかったな。あ、OK。風を計算に入れたショットを練習しよう。あとは勉強してみる。正確にヒットしたのに意外とピンに寄らなかった。そんな経験ない。そうだよ。風の向きは強さのジャッジに失敗してるからな。それじゃやってみようね。グリーンの中央までの距離にぴったりのクラブだと届かない。でも一クラブ大きくするとオーバーしそうだから力加減も考えて。これ苦手なんだよね。はい。風は向かい風のように少し大きめのクラブで打ってみることにするわね。フルショット、ほぼフルショットだね。うまーい。うますぎでは？ナイス。うまくいったみたいだ。クラブ選びが正しかったから成功したんだと思うわ。なるほどね。小さめのクラブを選べばオーバーは避けられる。ノーマルでいいと思うわ。はい、少し大きめ。いやー、オーバーしましたが、ナイスよ。乗ればいい？ダメか。絶対下のあれでブレてんだよね。くぅ。ちょっとこっち行くか。弱すぎる。し、すごいずれたな。逆にずれた。どうする？こういう時に限って当たった。強いのかこれは。今度許してくんないかな。3ヤード押し許してくれた。うん、いや大変だったね。アプローチ、アプローチっていうのはサンドイッチやピッチングでやるものと思っていなかったか。最初の頃はいいけど、ウェッジのアプローチじゃグリーンは攻めきれない。いろいろなクラブを使いピンを狙うショットを楽しみだな。おい、なんもなかった。
段差のあるグリーンでのランニングアプローチ、距離感をつかむのが難しいショット。はい、段差のあるグリーンでは段を登る距離感がショットをするポイント。ヒアウェイの転がりも計算できないものだし、その2つを考えなきゃね。ボールとピンの間がすごい上り坂でしょ。あの段の上までボールを運ばないとパーが取れなくなるわ。はい、パワーモード。グリーンエッジまで2ヤードしかないからパーターでやってみてね。ピョン。おう。はい。同じようにやればいいだけでしょ。パターにあれもクソもないもんね。どれぐらいで打ってたっけ。強かった。入れたるぜ。おお、ぴったりぐらいだったんだな。ぴったりっていうかあれだったね。もうちょっとか。難しいね。クソ難しいって俺知ってる。クソ。こんぐらいだ。ひえ。ダメか。許してくれねえ。ご飯が炊けた。どうや？しゃあ、さすがに何回もやってるからな。チップインだぜ。31、31。入ったからかな。で、ちょっとプラスアルファでおまけついたのが経験値に。バンカーショット、はい。砂を爆発させてボールを飛ばすためにはクラブを選ばないとね。グリーンを守っているバンカーからだったらサンドウェッジを使うといいよ。グリーンを守っているバンカーのことを指してガードバンカーというんだ。ボールからスピンまでが20ヤードくらいかな。まずアプローチを選んで、次にクラブを選ぶ。15ヤードをキャリーで運び5ヤードくらい転がすね。すごいな。うん、なるほど。クソ、簡単だろって言いやがって。いいんじゃない？飛びすぎ？やばい。やっぱ飛距離下がるんだね。とっさに今下入れたけど。よいしょ。あ、やっぱそうだね。チップインしたから。プラスアルファで乗ったんだ。レベル9かまだ。パッターはあれが、あ、でもそっか、続けてとかだよね。誰だ、グリーンの上で足を引きずって歩いてのシューズのスパイクにグリーン気づいたら直さなきゃダメだよ。はい、パター勝負か。てんてんてれんて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 れんてんてん。どれぐらい止まるのかな。意外と止まんないんだな、あのでっかいこっちが。でも弱すぎるとあれなんだよな。止まる、多分止まるんだよな。すごい影響を受けるときと影響を受けないときが多分あるんだよね。強く打つとね、多分そんなに芝目って影響されないんじゃなかった。これ一発目でさ入るとすごく楽だよね。同じところで同じように打てばいいだけだから。よしよし、一発クリアあるでよ。
うわ強かったね。1球目は成功させてるのに2回目を失敗しちゃダメさ。ぴったりで打ってみる。15歳で余計なことせずに、これでじゃあちょっともうちょっと右寄せるかってやるとまたミスるから、余計なことせずにただもうマーカーに入れるだけを考える。はい、どうだろう、なんかまっすぐでいいような気するよね。これも余計なことをしない。あ、もう勝ったんじゃない ?7 回入れば勝ちってたでしょ。よしよし、一発クリアだぜ。OK。終わりか?よし、じゃあもう、選手権出るか。ニュー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 、ここはパンプやめだけどゴルフをプレイしに行ったのかね。クラブ選手権、はいよ。ちょうどスタートで全部頑張ってらっしゃい。はい、皆さんお待たせしました。決勝選手権最終組、いよいよスタートです。うわ、7メートルだって、怖っ。大丈夫これ。ビャーン。先が思いやられる。わーい、これは木に当たれてるわ。いやもうこれだったらさ、正直さ大丈夫じゃない。低めの弾道で打てば意外当たんねえべ。グリーンエッジで止まってほしい。やばい、いや強いなとは思っていた。ダボいきなりダボやばい。気仙沼決めます。いやー、ウォーターハザードちょっぱなからね、嫌な予感はしていたんですけど、言うほど球筋が高くなかったよね。ベストトライ。風向き5メートルがきついんだよな、すごく。で、下手にさ、パワーメーター下げるとさ、その前に木に当たったりとかして結局手届かないみたいなさ、こんな感じがさ、起きるわけですよ。入れたい。くそー、しかもすげえ弾かれた。俺入らない日程でディスカあ、よかった。流し今プクプク。あ、ちょっとあれなんだ、あれマリオのキャラクターはいるんだね。いいね、パワーショットに限ってナイスショット。坂越えらんないんじゃないかなと思ってんだよな。あの、あれだよね、おとなしく。くー、右にずれてるか。でも最後右にずれちゃったからどうしてもずれちゃうよね。なんとか乗りました。
いやー怖いな、このこの。そうなんだよ、意外と止まんねえんだよ。くっそ。いやー、そしてこれは落ちそうだな。うまくこの上に、いやー、フェアウェイで止まって、よし。どう？いいんじゃない？あー、ま、そこで止まって、あんまりまっすぐぐらいのところがいい。多分これまっすぐぐらい。やっと1、グレイさんがマイナス4だって。よう TK。あ、ネットが高い。怖いなー。行ったれ。どんぐらい？あ、ずれた。くそ。危ない。まだ6ホールだけど、もう6ホールだからな。気を抜かずに行きたいところ。なんかフルショットでも下手すりゃ届かないね、これね。あー、ずれた。よし。グレースさんが独走中だ。でもどうせご飯落ちるから。あ、これパーファイブか。意外と曲がった？いや、そうでもないか。ちょうど真ん中ぐらい。はい。半分、45。ほい。うえぇ、芸術的。入れたい。よし。いいんじゃない？もうね、ショートホールが怖い。その番手の調整ができない。グリーンエッジ。こっからパターか。吸い込まれていく。オッケー、チップインバーディー。来たぜ。これはでかい。なんかちょうどいい感じに上に乗るかな。木に当たらないでね。よしよしよし。オッケー、あ、いいねいいね。ちょうどいいところ。意外と出れたな。怖い。ハーフターン。うわ、9メートルだって。
いやー、うまくこれ当たるかな。大丈夫だ。うまく木のヤシの木の間を抜けてった。オッケーオッケー。これどう思います？思ったよりもあれだったな。目玉、あんまりこれは風考慮しなくてもいい気がするんだけどな。よし、なんだかんだ一打さんになりましたもんね。絶対落ちるから今の。一番ウッドだったら超えたかな。でもちょっと怪しいよね。これが今できる。強いよねー。いや、満タンで打つつもりはなかったんですよ。あ、出た。ほんのちょびっとね、パワーを弱めようと思ったんですけど、まあ、そういう調整はできないので。よし、追いつきましたね。あ、いいんじゃない？ああ、しかもまっすぐ。素晴らしい。オッケーオッケー。ゲームならミスんない。リアルだったらミスると思うところだと思うんだけど、ゲームだからミスんない私は。ちょっと怖かったけど、なんとか止まる？フェアウェイ？オッケー。あ、しかも何気にベストドライブだって。あ、意外と飛んだな。番手を一つ下げたら多分ね、届かないだろうなって思ったんですよね。だからフルショットで打ったら意外といったっていう。よし、とりあえずバーディーだ。うわ、木に当たりそう。ひえ。いや、届かないって。ベビブーン。だよね。ここでしっかりここで寄せていきたい。いや、くそー、ボギーは取りたくない。よし、2打差。ひえ、弱かった。いいんじゃない？しゃあ、チップイン、気持ちいい。チップインは気持ちいいよ。まだ分かんないからな。ここまで順調でもさ、1回のやらかしでさ、一瞬で打数増えちゃうからさ。池に落とすだけでもそうだし。入って、よし。よし、慎重に行くぞ。グレースさん、イワンテ、あ、
あ、ネットとプクプクが並んだ。風がないけど、やばい、だいぶずれた。フェアウェイ乗ればいいんだけど、ラフは多分届かないよね、届かないよね、届かないから、これここら辺ぐらいにしといて、手前で多分どうせ落ちるかなと思ったんだけど、意外といったな。逆にフェアウェイで止めるぐらいでいたんだけど、結果オーライですね。よし、さあラスト行きましょう。30分で回りきんな。坂越えるか。うえへい、このやっぱ94から90っていうだけでも結構きた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 、きたー、やったー、いいもんだ見たわ。最後の最後で前半が嘘のようだぜ。やったー、調子こって、あの最後寝っ転がってすいませんでした。オッケー、トゥー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 、たまんないぜ。尻上がりなんでね、スロースターだと思います。ふう、ここで行けるところが増えた。そうでもねえか。あ、そうでもないね。